馬淵さん、はい、防衛増税について馬淵さんは賛成ですか、反対ですか？反対です。防衛費を増強するというまずそもそもの国際的な安全保障環境の変化、これ疑わなきゃいけないんですよ。防衛力の増強ならばまず自衛隊員を定員まで増やす、そしてその実戦配備の部隊が持てるだけの弾薬等をきちっと揃える、これが先です。逆に言えば建設国債のように長期の償還期間を定めた防衛国債という形で発行したって構わないんですよ。建設国債だけは赤字国債と言われません。それは橋や道路や空港や港やという資産が残ってるからです。平和も立派な資産ですよ。これ以上ない無形の資産はありません。だから増税する必要はないんです。防衛増税というのは危機を煽って国民からお金を巻き上げようとしている、そのからくりだということを皆さんには分かってほしいと思っています。